矢内茶臼山古墳は、山口県矢内市大座矢内に所在する前方公園墳。大型の道橋などが出土し、国の史跡に指定されている。瀬戸内海を望む標高75メートルの向かい山に位置する。全長80メートル、公園部径約50メートル、前方部幅40メートルを測る。1892年地元住民により発掘され。 割りん質味の縦穴式石室から、銅鏡、鉄剣、鉄鉾などが掘り出された。銅鏡は五面出土しており、最大のものは流鏡で直径44.8センチあり、古墳出土のものとしては最大級の銅鏡である。これと指示に4十鏡は東京国立博物館に収蔵されている。銅鏡は他に、画文大新重鏡と内光八化鏡が現存し、 残り一面は所在不明である。他の遺物は山口県立山口博物館や個人の所蔵となっている。古墳は1948年に国の史跡に指定されている。1991年より史跡整備のために発掘調査が行われ、墳丘は3段に築かれ、埴輪が並べられていたことが明らかになった。円筒埴輪以外に家型埴輪も出土している。 縦穴式石室も再調査され、掘り残されていた大型の鉄塔、鉄塔紙が出土している。古墳は現在、茶臼山古墳歴史の広場として、資料館と共に整備され、吹石や埴輪列、墳町の家型埴輪などが再現されている。ありがとうございます。